皆さん本当に今までありがとうございました。ちょうど1年前に僕はここでダブルキャストでやってくれたあの柳下智君を見送って、その時は本当になんていうのかな、別れるのも寂しかったし、なんかずっと二人でやっていくものだと思ってて、で智は本当にいろんなことを僕に教えてくれて、そして智は本当にすごいいい顔をして卒業していきました。で僕も友がしていったように笑顔で胸を張って卒業したいと思ってて、本当に友は毎公演毎公演見に来てくれてて、ちょうど今日も最後見に来てくれてて、だから絶対に僕は友の前ではかっこよくちょっとかっこかっこよく、やっぱり僕友の背中を見て育ったんで秋にも僕の背中を見てなんかかっけえなって思ってもらいたいっていうのがあって、ありがとうございます。そしてあのカイドウっていう役は代々初代からこのバンダナが受け継がれてて、僕は1年前これを友から受け継いで、そして今日まだちょっとあと残りちょっとあるから渡せないんですけど、あの全部終わったらこれを秋にちゃんと渡して、友がしてくれたように僕も秋にちゃんとこのバンダナを渡したいと思います。本当に何もできなかった僕を四代目のみんなは本当文句も一つ言わんでずっと残って応援してくれてね、本当に四代目の一員になれてよかったです。でもこれからも四代目は卒業っていう形で終わっちゃうけど、もう僕たちは本当にこの前も言っちゃったんですけど、多分この卒業しても週に一回とは言わず連絡を取ると思うんで、皆さんよろしくお願いします。本当に今までありがとうございました。